こんにちは。ピアノ教室経営の野口浩太です。豊かなピアノ教室作りを目指してます。ます。そして、はい、こんにちは。水曜日レギュラーの和田ちゃんです。よろしくお願いします。和田ちゃん。ありがとうございます。また登場しました。はい。ありがとうございます。そう、先週から引き続き、はい、ここは河合厚木。厚木教室の一つのお部屋でございます。はい、レッスン室からお送りしてます。はい、よろしくお願いします。今さ、ピアノとお金っていうねテーマで、そうそうそう、あのシリーズで、はい、もう3本の動画をねちょっと撮ろうという、はい、その2本目なんですが、はいはいはい、前回動画皆さんご覧いただけましたか？見てくれたかそう、まあ特にね別にね、あの見返さなくてもいいですよこの話だけでも今回はあのちゃんと成立するので ね、 そうですね、また独立しているような で、 ね、そうそう、はい、でももしもう一回こう和田ちゃんが見たいなっていう人はあの和田ちゃんリスト作ってあるので、ね、再生リストをぜひご覧になってください。 ありがとうございます。よかったら見てくださいそれではじゃないの、終わっちゃう終わらせようとしちゃった。タイトルお願いしますね。和田ちゃん、はいはい、じゃあこのタイトルコールをお願いします。はい、じゃあ本日はですね、タイトルとして、なんでピアノはそんなに高いのかということで、なんでそんなにピアノが高いのか、はい、で前回はさ、ピアノがステータスシンボルの一つだったっていう、うん、はい、そういう話をしたけど、はい、じゃあステータスシンボルであるためにはやっぱりそれが高価なものだからなんだよね、手に入れづらいものだから、だからこそステータスなんだよね、うんうんうん、そうそう。じゃあね、ピアノってなんでそんなに高いのって、そもそも論、うん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 、ここが気になるよねって思って、確かに、そう、だからそのあたりのことを今日はちょっとお話ししていきたいね。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。そうなんですよ。でさ、じゃあさ、今ちょっと今現在に、うんうん、時代をね、うんうんうん、現在の日本において、はい、ピアノって大体いくらぐらいなのかっていうことをちょっと和田ちゃん教えてください。はい、ありがとうございます。まあ、新品のピアノを想定した場合、大体です約40万円ぐらいからありまして、うん、で高いところで約2000万円というような形となっております。はい、あのさ、だからさ、一番低価格帯の40万円っていうのは、はい、アップライトピアノですね。そうですね、低価格のアップライトピアノ、この形の、あ、そうです、そうです、ピアノですね。はい、そう、でか今度2000万円のっていうのすごい額だけどさ、うん、はい、あれはあのグランドピアノ、あ、そうです、そうです、グランドピアノの、それこそ、この間お話でもしかしてご存知あるかもしれません、ショパンコンクールとか、はい、ああいったコンクールで使われているサイズのグランドピアノを指して2000、いわゆるフルコンってやつですね。はい、フルコンサートピアノですね。でっかいんだよね、あれ。はい、でっかいです。3メーター弱だよね。あ、はい、奥行きがあります。ね、2メーター70センチぐらいだよね。はい、あります。そう、そうだよね。すっごいでっかいのに。とってもじゃないけど、家の中に。いや、いつか野口先生の家に僕がいるもん。ああ、そうそうそう、いつか買うから。2台。2台。そうそうそう。表参道でさ、河合の表参道で2台フルコン弾けるんだよね。あ、その部屋でよく使わせていただいてるんだけど。いい部屋。ありがとうございます。すみません、脱線しちゃう。あれが2000万円なわけだ。はい、ね、あれが2000万円です。うん、まあ、あの幅はあるとはいえ、皆さん分かります？この楽器としてはやっぱりこれ高額なんですよ。そう。で、なんかちょっと、それだけだとちょっと分かりづらいかなと思ったので、そう。ちょっと今ね、大人の楽器の習い事で、ちょっとあの人気のある楽器っていうのが、そのサックスとフルートっていうのがあったから、それがねちょっといくらぐらいなので買えるのかっていうのをちょっと自分で自己調査ね、自分でちょっとネットでこう調べてみたの、うん、そしたらね、サックス、あ、サックスはサックスでも一番あのほらあのメジャーなアルトサックス、はい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 、アルトサックスフォンで、まあ大体数万円、3、4万円ぐらいから買える。ほうほうほう、なるほどなるほど。で高いのだと100万200万円ぐらいの感じだった。はいはいはい、はい、まあ確かに高いけど200万とかだったらね、うん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 、でもやっぱりピアノで言うとさ、うん、この200万でようやくグランドピアノの小型のものそうですがようやく買えるかなぐらいな感じで、ね、そうだよね、そうそうするとやっぱりこのサックスと比べてもやっぱピアノが高いっていうのがわかるよね。そうでフルート、はい、でフルートがね、フルートも同じような感じで数万円から、でね、フルートは
ねちょっとサックスよりもねあの価格が高くて、そう、まあ、500万円とかで、あの結構プロの人たちが使うのは、うんうん、まあ、300万とか500万円とかというのが結構あって、うんうんうん、で中にはねちょっと1000万円のものもあるみたいなことをあのちょっと見たんだけど、やっぱりでもそんなには見つからなかったから一般的じゃないのかもしれない、うんうん、ごめんなさい、あのフルートに詳しい方ぜひなんかそんなんじゃないよっていうのがあったらコメント欄で教えてくださいお願いします。すいません。そう、そうで、だからまあどっちにしてもそのフルートも数万円から数百万円っていうことを考えると、そこと比べてのピアノって高いよねって。そうでさ、皆さんもえじゃああれはって思われるかもしれないけど、バイオリン、バイオリンさすごいよね。なんとかバリウスとかさ、はいはい、何バリウスだっけ、ストラディバリウスとかね、そうそう、はい、ね、奥みたいなね、はい、そうで、そのそこまでいかなくってもこうプロプレイヤーだったら何千万か、何千万かね、それこそさ前回の話にもあったけどさ、楽器を買うか家を買うかみたいな感じで、本当にこのプロの本当になんて言うんでしょう、一線で活躍されてるあのプロのバイオリニストさんたちはやっぱりそういった高いものっていうのをあの見てるけれども、だけども実際こう検索するとなんとバイオリンあのね、6000何百円っていうの見たよ。の新しいもの、ね、そう、新品で、ネット通販だけどね。で、その質云々は別として、ね、で数万円から、まあ、2、30万円。でだから、初めてピアノじゃないや、バイオリンを、どうしてピアノ脳だから。ピアノ大好きだから。そう、だから初めてバイオリンを習い始めますって言った時だけ10万円から2、30万円とかね、趣味でね、っていうのがやっぱりあるんだけども、そう。ってことを考えると、でバイオリン、まあ、使う、使わないは別として、こう1万円でも買えるってわけだよね。ね、そうそうそう、それを選ぶか選ばないかは別として。じゃあそうですね。ね、そう。ってことを考えると、ピアノはどう頑張ったって1万円では買えませんっていうね。それそうですね。買えないよね。買えない。そうそう。ね、そうそう。だからそういうことを考えると、そのバイオリンはその、別の意味ですごく高くなるんだよね。そのネームバリューとかブランドみたいなね、そのストラディバリューですみたいな、ね、そういう意味ではものすごい高価格帯になっていっちゃうんだけども、ね、でも一般的なユーザーが使う、ね、このゾーンとしてはやっぱりピアノっていうものの方がちょっと高くなるのかな。なるほどなるほど、ね、どんなに安くても40万円、30万円で探したんだけどね、ピアノ、やっぱり出てこなかった。あ、そうですね、はいはい、そうなんですよ、はい、ね、まあ、そんな風にこうちょっと高価格なピアノですが、じゃあなんでそんなに高いのよっていう話なんだよね、はい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 、なんでなの、わらちゃん。そうですね、まあ本当に、まあね、この本にもたくさんね、細かく書いてあったりはするんですけど、それをね全部言ってると本当にあれなんで、ちょっとまあいろいろかいつまんでちょっとお話しさせてもらうと、まあまずやっぱりその材料とされるもの、はいはいはい、でまあよくねピアノに使われてる、まあ、あの材料って何ですかっていうと、まあ、例えばその木材だったり、はいはいはい、まあ、フェルトだったり金属だったり、うん、樹脂だったりとかっていうのが、まあ、いろいろこう合わさって、まあ、これに、はい、うん、まあ、なってるっていうところで、うん、でまあ、部品のじゃあパーツがどれぐらいなんだって言ったら、まあ、グランドピアノなんかでいうと8000点以上。8000点ってすごいよね。8000個のさ、はい、部品をさ、はい、管理できる自信ないよね。そうですよね。8000個の何かものを、はい、そう、8000冊の本がどこにあるかとかさ、わかんないよ、絶対。8000って結構すごい数字だよね。そう、だってね、あの文章で8000字書くって言ってもすごい大変じゃないですか。確かに。そうなんです。だからそれがもう緻密に合わさって、うん、まあこういう形を成しているっていうところ、うん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 、まずやっぱりだからそういうところ、うん、まあその材料にやっぱりコストがまあかかっちゃってるっていうところが、まあ、グランドピアノで8000点ってことなんで、アップライトピアノだとまたちょっと部品の数もちょっと変わってくるんだよね、まあ、そうですね、はいはい、少し変わってくるっていう、うんうん、まあ少しあのグランドピアノよりは少なくなるっていうような、そうね、にはなるんですけれども、ね、うんうん、はいはいはい、ただまあグランドピアノでいうと8000点もやっぱりあるっていうところが、まあ一つポイントになってくるのかなと、はいはいはい、であとはやっぱりその内訳としてやっぱり多くこの木を使ってる、
木材を使っているっていうところがあって、はいはい、まあ、それが大体 20-30% を占めるんじゃないかと言われてまして、全体のこの素材の中で 20-30% が木材、木材なんじゃないかっていうようなところで、はいはい、そのやっぱり木材ってやっぱりね、うん、本当にあの価格としてかなりまあ高騰してるっていうようなのがあって、そのコスト的にまあ 60% ぐらいを占めるんじゃないかっていうような、あ、すごい聞いた、高いんだね。そう、部品数としては数、部品の数としては点数でね、うん、としては 20-30% だけど、うん、そこにかかってるコストは全体の 60% なんだ、うん、ぐらいというふうに。すごいね。物にもよってね、厳密にあれなんですけど、うんうんうん、大体そんな、はいはいはい、それぐらいであるっていうふうに言われたりしてまして、うんうん、なるほどね。で、木だってさ、別にそこら辺に生えてる木をさ、はい、バッて持ってきてさ、そんなんじゃないもんね。そうなんですよ。音響特性とかって言ったりするんですけれども、ここのパーツの木はここから、ここのパーツの木はここから、それはその木の硬さだったりとか、はいはい、しなやかさだったりだとか、はいはい、まあそういったところを今までの歴史においていろんなことをこう経験して、この木を使おうみたいなのでやってるので。そうだよね、公園の木を伐採して作る、うん、そう、だからさすがに公園じゃなかったとしてもさ、はい、あの、まあ、全然あの把握してなくて当然なんだけどさ、はい、例えばこの鍵盤、この木じゃん、はいはい、でさ、じゃあなんかよくピアノの心臓部とか言われるから、あの鍵盤、鍵盤、はい、あのピアノのさ弦が鳴ってる音を、はい、振動をこの膨らませるやつだよね、鍵盤、はいはい、響く板、はい、そこは多分きっと違うんだろうね、きっと木材としては、ね、はい、で、ってことはさ、こう同じ木から作ってるわけじゃないから、そうなんです、そうなんです、それをさ、まず発注して管理する、こうなんかそういうことも大変そうだよね。そうですね。なのでやっぱりその木の、ね、まあ、それぞれ、まあ、パーツのもちろん形にね、うん、加工するっていうのもあるんですけど、うんうんうん、その加工する前の段階でその木をこうなじませたりだとか、まあ、そういったところもやっぱりいわゆるこう、まあ、高いっていう話につなげると、うんうんうん、そういう加工の段階からまたそこも費用が発生してしまってるっていうところあるなというふうに思います。はい、しかもさ、木もうこう頑張ってこう木を仕入れましたで管理してますってさ、そのまま使えるわけじゃないんだよね。そうなんです、はい、乾燥、そうなんです、乾燥させてあげたりだとか、ね、で乾燥だけでものすごい時間かかったりとかするんだよね。そうですね、ね、はい、なんかさ、僕あの SK 買ったじゃない、はい、もう SK 買ったよあのさ、全然さ関係ない話だけどさ、していい？SK 絡みでさ、はい、この間四国のピアノの先生と、はい、あの、はい、ズームでちょっといろいろインタビューをしてたの、はい、そう、はい、そしたらその先生が、僕がほらその SK を持ってるっていうことで持って、はいはいはい、いいな、私も可愛いを茂らせたい可愛いを茂らせたいって言ってたよ初めて聞きましたよ、茂る可愛いみたいな、すごい、うまい、うまい、うまいよね、超笑った、いただきましたいいな、茂らせましょう、可愛いをぜひ、ぜひお宅のピアノ茂らせませんかっていや、うまい、うまい、本当に超笑った先生のうちも茂ってますもうちょっと茂らせないで、あ、もうちょっと茂らせない、世の中に行ったりありがとうございますどうでもいいよね、この話だいぶ、だいぶそれだね、違う、はい、茂る可愛いのその木材用だから、はい、感想がすごい、あの僕ほらちゃんと把握してないかもしれないからね、こう間違ってたらごめんなさいね、うん、だけどなんかすごい乾燥をものすごく丁寧にやってるから、うん、その仕上がり、乾燥ってさ、なんか難しいんだよね。そうなんです。だから、ね、その、はい、そう、その期間とかもね。はい、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 はい。そう、なんかそれをね、すごく、教えてもらったのをすごい覚えてて、うん、そう、だから、ただ、こう木材が来たからといってそのままこう使うんじゃなくて、乾燥する過程でもものすごくこう、手をかけてるっていうのがあるんだよね。うん、そう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 、それで、うん、まあ、そういったところが、まあ、いわゆるね、うん、コストが、まあ、かかるというようなところであったりはするのかなっていうところですね。で、まあ、あとはその結局それやってじゃあ木を乾燥させたりとか加工したりとか、うんうんうん、
って言って、じゃあそれを今度は組み立てなきゃいけないかったりとかっていうところもあって、じゃあさっきちょっと触れた8000個のパーツをこの形にするっていうだけでもやっぱり大変な作業になってくるっていう、はい、もうその乾燥してそれが出荷できたらまた別かもしれないんですけれども、それをまた組み立てるっていうところですよね。だからさ、木材をさ、すごくこう、例えばグランドピアノだったらこう曲げなくちゃいけないじゃん、こうやって。そうなんです。あれとかすごいよね。そうなんです。そうだからさ、木材加工のさ、はい、こう技術がすごくピアノメーカーって高くないとできないから、で逆に言うと木材加工がすごく得意になるからなんかさ、家具とかさ、はい、御社だとあれだよね、あの飛び箱とかやってるよね。はい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 、はい、もうそれだけじゃ、なんか他にもやってなかったっけ。他にも、まあ、あの実はっていうところになるかもしれないんですけれども、まあ、ちょっとあの加工の技術に加えて、まあ、塗装の技術っていうところも採用されてて、例えば高級車とかで、はい、中 の、 そのハンドル周りとかにあるウッド調のパネル、はい、そういったものを実は作ってたり、はいはいはい、そうなんだよね。だからそれだけこう木材を仕入れて、はい、で管理するっていうことだけじゃなくて、当然それを加工するっていう技術がものすごいんだよね。で、そう、そこがすごく緻密な作業となってきて、はい、まあ、だからそういったことが、まあ、一つこう高額な商品になるっていうことのゆえん、はい、そうですね、うん、はい、だよね、うん、それを本当に組み立てるっていうね、あのピアノの弦も本当にあの鍵盤の数って、はい、ね、鍵盤88してる、してる、あ、ね、88、88、いい数だよね、末広がり、そう、うん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 、で、じゃあピアノの弦は先生、ピアノの弦さ、普通に考えると僕知ってるから知ってるけど、あのさ、でもね、あのうちの生徒さんとかでね、お話しするのよ、ね、で鍵盤の数が88個ってことは、わざとね、じゃあ弦の数も88個だよねとかって言って、そりゃそうだよね、でもね、実はね、ドヒャーってなんだよね、違うんだよね、88本じゃないんだよね、そうなんですよね、まあ、大体その、まあ、機種によってちょっとばらつき、大きさにもよってばらつきなんですが、まあ、大体200本ぐらい、200本以上あったりとかね、するので、それもまあ結局また貼るっていうような作業だったりとか、まあ、だからまあ何が言いたいか、とにかくまあ手間がかかってるっていうところですよね。そうだね。そう、だからさ、あの今でこそさ、はい、すごくこうその工場とかも設備もしっかりしててさ、はいはい、技術っていうのがもうどん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 発達してるから、はい、まあ、あの高額とはゆえ、はい、まあ、我々庶民でも頑張れば SK が買える、はい、ね、頑張ればよ。だけどそのもっと前、はい、昔できたばっかりの頃っていうのはさ、はい、本当に大変なことだったんだろうなって思うよね。そうですね。ね、はい、そうでさ、あのそんだけこうすごくこう高額な商品だったから、はい、だったから、だからそれはなぜかというと作るのが大変だったからなんだよね。でさ、まあ、このままじゃやっぱりこうちょっと一般的に普及していくのは難しいっていうことがあるから、まあ、大量生産っていうのが始まるんだよね。はい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 、そう、この話が結構好きで、はい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 、あの1900年代に入って、1900年頃よ。はい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 、あのどこの国で大量生産が始まったか分かります？これはね、ザ・アメリカなんですよ。ザってつけたんだけど、そう、アメリカで本格的な大量生産が始まって、でそうすると価格は低下するでしょ、大量生産できるから。そうですね。そうすると欧米で、まあ、アメリカ、あのヨーロッパで一般家庭でもだんだんピアノが購入できるようになってきたんだって。なるほど、はい、そうそう、でね、これがちょっと面白くて、このピアノって一度購入すると、これちゃんとメンテナンスすれば50年以上使えるんだよね。で今の楽器だってそうだよね。そうそうそう。ってことはこれ買い替えがされなくなるんだよね。買い替え需要っていうのが起こりにくいなって。でしかも広がれば広がるほど、今度中古市場っていうのも成長していくんだよね。そうすると新品楽器が普及すれば普及するほど新しく買ってくれる人が出てこなくなっちゃうわけよ、ね、でそれによってあのヨーロッパも昔からあったさまざまいろんなブランド力を持った
楽器の企業、うん、欧米企業がどん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 衰退していっちゃうの。ああ、なるほどなるほど。すごくない？これピアノのっていう、うん、その商品の宿命なのかなって思うんだけど、ね、確かに一回買ったら買い替えとかそんなに、ね、そうですね、はい、でしないじゃない、うん、そう、うん、で、まあ、そんな流れの中、うん、後発の日本よ、うんね、日本で最初にこう大量生産始めたのは、まあ、ヤマハさんだよね、うんうんうん、そう、ヤマハさんが大量生産入りました、うんうんうん、でこの大量生産がすごかったわけ、うんうんうん、でこれアメリカで最初こう大量生産が始まった時は、はいはい、これねちょっとテロップ出すけど、うん、定置組み立て方式って言って、一つの動かない台、一つの、まあ、だから一箇所で加工する方式だった、うんうんうんね、それが、まあ、どんなにいろんな複数人でこう作業に当たったとしても、うんうん、まあ、生産できる台数がやっぱり限られちゃうんだよね。で、じゃあちょうど同じ頃、はい、1900年、ねええええ、アメリカでちょっと熱くなっちゃってごめんねそう、あの車用、そう、車好きでしょ、はいはいはい、車のフォードモーター、フォードって知ってるでしょ、もちろん知ってます、はい、そう、フォードモーターがベルトコンベヤーを使った移動組み立て方式っていうのを、ね、採用して車を大量生産したんだよね。あ、なるほどですね。そう、で、だから、まあ、1900年、ね、アメリカではこうフォード社がこうベルトコンベヤーを使ったこう車の大量生産をしました。でピアノ業界では、まあ、ベルトコンベヤーは使わないけども、うんうん、まあ、大量生産頑張りましたってね。それによって、まあ、普及しました、うん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 、で時をちょっとこう隔てて、はい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 、ね、あの日本よ、うんうん、ヤマハ、うんうん、ヤマハがこう日本国内で大量生産したこの方式がすごくて、うんうんうん、なんとこの車のフォードがやった、ねうんうんうん、方式、ベルトコンベヤーを使って、そう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 、大量生産をしたっていう、うんうんうん、これで一気にグワーって、日本国内のみならず、世界にまでみたいな、そうそうそう。で、そこからまたこの河合もそうなんだよね、そう、御社ね、御社って言い過ぎてる。そうそうそう、だからそういった努力、うん、企業努力があって、うん、我々今庶民でもこうピアノが買えるし、うん、ピアノが弾けるっていう状態が、うん、あのできてるって思うと、やっぱりそれすごいありがたいことだよねって思うんだよね、うん、そうそうそう。で、まあ、そんな話なんだけど、うんうんうん、ちょっとさ、今回の話からそれちゃうんだけど、はい、もう一つだけ言っていい？あ、どうぞどうぞ。これね、もう超絶好きな話あるの。はいはいはい。あの、アメリカで、はい、まあ、あのピアノ、まあ、車の話もあったけど、うんうんうん、あの、大量生産が始まったって言ったじゃん。はいはいはい、はい。1900年。はいはいはい、この1900年って、はい、この日本でも、うん、ピアノ業界におけるものすごい、革命と言える、はいはいはい、すごいことが起こったのよ、はいはいはい、これ何かっていうと、うんうんうん、日本で国産第1号のアップライトピアノが製造されました、はいはいはい、知ってるでしょ、はいはいはい、もう分かってんだから一緒に勉強したんだから勉強してたし、そのことはもうあの河合社員だったら知ってんのその身も歌もない優しいのよ、だからそう、それで、あのそのね、まあ、あのアップライト、日本最初のアップライトピアノっていうのが、その当時会社名は日本楽器製造株式会社、これは現在のヤマハなの、はい、ね、で、ヤマハって皆さんご存知かな、これね、人の名前なんだよね。そうです。そうそうそう、はい、で、ヤマハトラスクさんって言ってね、トラクスさん、トラクス、ね、トランクスみたいなトラクスさん、そうそう、はい、トラクスさん、はい、日本人の名前なんだよね。珍しいですよ ね。そうそうそう、ね、この人の名前なんだけども、うん、ね、だから歴史上そのな年表みたいなのを見ると、うんうんうん、ね、このヤマハさんがこう1900年日本最初の第1号アップライトピアノを作った、ね、うん、ヤマハが作ったっていうふうに出てるんだけど、はい、でそれはもちろんヤマハトラクスさんのトラクスさんの会社だからね、はい、そうそう、それは当然なの。もちろんです。だけど、うん、この時の国産第1号ピアノを作った時の、うん、ピアノの心臓部といわれる、うん、こう、あ、
っき響板を心臓部って言っちゃったけど、うんうんうん、もう一つあるんだよね、すごい大事な心臓部って言われる、うんうんうん、ピアノのアクション、うんね、はい、鍵盤からほら弦に、ね、このハンマーまでのこの、ね、ね、このからくりの叩く仕組みのところですね。そうそうそう、ここを作ったのが誰よ。それがですね、うちの河合小一でございました。そうなのよ、はい、ここがね、ものすごい。だから河合小一さんって、はい、河合の創業者さんだけども、もともと11歳の時にヤマハさんの、うん、もうヤマハ先生ですよ、うん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 、ヤマハ先生に弟子入りしたんだよね。そうですね、そうそうそう、うん、弟子入りして、まあそこでこうすごくこう発揮して、ね、うんうんうん、でそのこれがだから面白いなと思うのが、うんうん、その当時こうヤマハの資本で、うんうん、でこうヤマハ先生からしたらさ、河合小一くんだよね、小一くんのこう技術で、こうヤマハの資本とこう河合さんの技術で国産第1号のピアノができたっていうのが、振り返ってみたら、そう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 、すごいなって思って、その後ね、河合さんが独立してね、そうですね、その後の話としてね、はい、これに至るんだよね。そうなんです、そう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 、いやなんかね、すごいそんなことを思うと、この1900年っていうのがすごい面白いなと思って、アメリカで、ね、うん、大量生産が行われて、うんうんうん、でその時に同じ頃にそのアメリカの車会社がやった方式を後からこうヤマハがこう採用して、うんうんうん、でしかもこの1900年っていうのはこの日本で第1号のピアノができて、うん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 、でそれっていうのは現在のピアノトップ企業2社が関わってたっていうのがすごいなってちょっと思ってるんです。熱くなっちゃってごめんなさい。いやいや、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。そうなんですね、はい、そうなわけで、ちょっと今回長くなりましたね。長くなっちゃってごめんなさい。いやいやいや、大丈夫大丈夫。なんで、ね、なんでピアノが高いのかっていうところに、まあやっぱり最初のストーリーで重要なポイントでもあると思うので、はい、ありがとうございます。じゃあこの辺にしておきましょうか。はい、そうですね。はい、次はじゃあ3回目にまた、はい、ということで。そうですね。はい、次回は、はい、明治期のピアノの値段っていうのをちょっとね、テーマにしてお話ししたいと思います。で、今回はここまでです、はい。はい。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいねと思ったら、いいねボタンを、それからチャンネル登録をお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。バイバーイ。